はい、ということで、皆さん今日はちょっと真面目な話でございます。はい、はい、ということで、まあ知ってる方はねもう知ってるかなと思うんですけれども、まあ、うちで販売をさせていただきました、はい、あの S2000、はい、でいつものこの、はい、はい、があるんですけれども、それがあのまあ追突事故に、そうですね、遭いまして、はい、今絶賛いろいろやってるところでございます。だいぶ揉めておるじゃないですか。はい、だいぶ揉めておりまして、でまあそれこそね、まあ、最近あのこういう事故案件とか、うん、まあ、保険案件っていうのが非常に多いんです。で、はい、まあ、一応今の現状をまあ簡単に整理をして、でまあそれでちょっと皆さんにお伝えはして、まあ、ご報告という形でしておこうかなと思いますので、まあ、ちょっと聞いていただけたらと思います。はい、まずですね、まあ、10月6日ですね、うん、の日に、まあ、深夜ですよ、大型トラックに追突をされたということで、まあ、まず電話の方をいただきました。不良少年が夜遊びよるけんそんなことになるんやってで、まあ、言ったんですが、うん、まあ、それでまあ取りに行きました、はい、まあ、そうするとまあ本当綺麗にぺっちゃんこぺっちゃんこになってました、はい、でその状態で、まあ、確実にもうあのその場でね、うん、あの100ゼロの案件ですと、はいはい、10ゼロ案件ですねっていう、無過失ですねっていうのはまあ分かって、でまあ積み込もうとしたら、クラッチはスカスカ、エンジンは不調、これは明らかにこの継ぎ方から言って駆動系からそのまま遡ってエンジン3までこれは押しておりますねという案件で、うん、まあ一生懸命こうちょっとギア脱ぎたりとか、押したりとか、うん、まあ、手押ししながらこうなんとか積み込みをして持って帰りました、はいはい、でまあ幸いなことにね本人に怪我はなかったので、まあ、大きい怪我はない、はい、もうその場で動けなくなったりとかっていう怪我はなかったので、うんうんうん、まあなんでまあもちろんねそのむち打ちですとか、まあ、その時はこう興奮してるので痛みはね、はいはいはい、基本大丈夫だったんですけど、まあ乗ってた、2名とも問題はあの大きな問題はなかったです、うん、でまあその後ねまあその時はまあ現状復帰するためのね、まあ、保険とかそんなのはまあ10ゼロ案件なので、まあ、出るだろうなと思っていたら、うん、まあ、保険会社の方からまあテンプレート通りですけれども、はい、まず評価額がやってきましたと。はいはいはい。おいくらだったでしょうか。発表します。はい、じゃじゃん。38万円です。ということでね、まあ言われたということでございます。まあまあよくある、時価額のね、うん、十分時価額というかあの新車当時からのまあ大体10分の1の価格っていう通説通りの、うんうんうん、まあ形でしたね。なので、まあそれでまあもちろん本人は納得するわけはないんですけれども、うん、ただまあ、あの10ゼロの事故なので、うん、基本的には本人が窓口となって、はいはい、まあ、あの保険会社との対応をしなければいけないので、まあ、その代わりにと言ってはなんですけど、まあ、僕の方とか、うん、まあ、曽田さんも含めてですけど、まあ、こういうことをしたらどうですかっていうので、まあ、いろいろと、伝えることで、はい、まあ、今本人が直接保険会社さんと、やってるとこですね、うん、でまあ、もちろんですね、まあ、10年経過してて、まあ、30万キロ確かにメーター上では走ってるので、うん、まあ、確かにね価値の算出が難しいのは分かるんですが、まあ、38万円で元に戻るわけがないありませんので、はい、うん、で、まあ、それで、まあ、損害保険という、ね、名前の損保会社に、まあ、かなり不満を持っているっていう、まあ、本人は今状態ですね。で、まあ、本人もあの今大学4年生で、うん、まあ、時間が少しあるっていうのもあって、まあ、僕らもあのじゃあ実際に、自分の時価額とか、うん、そんなものっていうのがどうなのかっていうのをね自分で調べてみなさいっていうアドバイスをね、はい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 、させていただきました。でそうすると、一応、まあ、市場価格とかそんなのを自分で調べて、うん、ちゃんとですね、なんならさすが暇な大学生、うん、あのエクセルシートにちゃんと打ち込んでグラフ作ったグラフ作ったでしょ、はい、グラフを作って、それをまあ保険会社さんに提出してで、はい、まあ、あのちゃんとした文章をね、はいはいはい、あの一緒につけて、まあ、意見書っていう形じゃないんですけど、うん、僕はこう思ってますよっていうのをつけて、はい、まあ、保険会社さんの方に提出の方をされました、うんうんうん、で、それに対して、まあ、回答してきてくださいねっていうことで、まあ、保険会社に伝えていたら、保険会社さんの方からそのまあ何日か後に連絡がありまして、本人は、もう私どもは、うん、弁護士を立てることにしたのでお話はできませんということで、はい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 、もうあの向こう側さんのシャッターがガラガラガラッと
として、まあ今向こうさんの立てられる弁護士さんからの回答をまあ待っているという状況でございます、ね、はいはいはい、はい、なのでまあ一応ね、あのこの後に、とりあえずまあじゃあどんな状況になってたのかっていうのを、まあ、事故して多分数日後ぐらいに、はいはい、あの撮ったじゃないですか、はい、あれの動画をちょっとまあこの後ちょっと挟もうと思います、はい、まあその動画ではね割とあの本人ガチでへこんでたので、そうですね、はい、なんであの逆に僕らはあのいつも以上にキャッキャと言いながらそうあの撮影の方はさせて、うん、やったのよかったの、そう撮影はさせていただきました。まあそれはね、まああのさすがにそこでまた僕らまでおつや感を出してしまうともう本当のおつやが始まってしまうので、まあ、あとはね、まあ、YouTube の動画を撮影だっていうのもあってちょっとテンション上げ気味で下げてますが、まあ、ちょっとねそちらの方をまず見ていただけたらと思います。一体何ですか、はよこいはよこいと。どうしよう、どうしたん、秘宝秘宝、大林モータース終了のちらで、いやいやいや、ほんまにあの秘宝、俺の下でまするやつがおらんようになったっていう。おう、おう、なんで、いや、あのやっぱり見切りつけられてあのね、あのお前のとこでは働けるやつって、いやいやアルバイトにも見切りつけられた。いや、そう、まああのそうですね、はい、いやいや、昨日晩にね、うん、あのいつものあのバイト君というか、あ、ソリ君、うん、少年から、いや、まあ、厳密に言うとソリから電話があったわけではなくて、まあ、久保の方から電話があった。久保っちから、うん、うん、もう11時は回っとったよ、ほんまに。そんな夜中に電話かかってきたら俺なら怒るな。そうやろ、何やお前って。俺があのパイセンに呼び出されてビールを一杯飲み干そうかっていうところの、うもう ここまで、もう、あ、来たー、はい、ここで電話かかってきて、何やと思って電話出るやんか、うん、そしたらトラックに追突されました。マジでマジでってなって、いや、そんなことあるって、あれやな、持っとるな。いや、 それがですね、うん、また俺組もうかなと思ったやん。スカイラインじゃない、そうそうそう、ね、あいつはほらなんてカリーナから始まり、うん、マーク2も潰し、全部潰す、全損に、一応全損にし続けたやつやけん。そうや、全損にし続けるのが俺の人生ぐらいの勢いや。そうよ、ほんまに、うん、って思ったらよ、い、はい、あれ、こっち、エッチなマークが書いてある。そうやな、うん、ちょっとエッチなマークがどうなっとるか見せようか、ほんなら。え、え、綺麗、綺麗じゃないですか。もうこっから見る分にはもう、はいはい、素晴らしいもんでございます、はいはいはい、ね、これがここに行ってもほら、うん、全然全然、おお、キレキレ、いつもの極上車じゃないですか、いつもの極上車、はい、これがどっこい、はい、なるほど、はい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 、なるほど、はいはい、なるほど、はい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 、さらにショートテールにしたんやこれはちょっと短すぎるやろ。そうなんです、 Z4 ぐらい短くなったで。そうですね、だ多分ここがフェンダーの最後の方だったんですね、はいはいはい、で、まあ秘宝、マジのガチで追突に遭うっていうことでございます。30万キロの S2000、まさかこんな形で最終回。そう、いやいや、ほんまに、いや、ほんまにまさかこんな形で最終回っていうんですが、まあ、ね、はい、一応あの、まあ、心配されてる方もいらっしゃると思うんで、一応まあ命とかに別状はない状態で、はい、まあ問題はなかったんですが、一応もう2人とも乗ってた状態で、で、まあ、なんかね、まあ、僕も聞いた話なんで細かいとこはあれですけど、はい、まあ後ろからバスン、大きいトラックがドスッと。トラックですか。そうですよ、一言ではないです、ね、そうですよ、本当になんかあのもうちょっと寝不足でフラフラしてて、もう半分寝よったらしいっす、はい、噂によると。それはそんなことを言ったら営業停止案件ですねで、なんかちらっと風の噂で酔った人がおったとかな、おらんかったとかっていう話ですが。そうですか、はい、これはそれでぐっしゃりこう言ってしまいましてですね、はい、
まあ、本当にあの超ウルトラショートスタイルになってしまったっていう話なんですが、まあ、幸い本当ね、うん、あの人間に何もなかったのと、はい、まあ、一番前の信号待ちで追って押されて、で交差点内には出たらしいんですけど、たまたまこっちも来てなかったんで、これ玉突き行ったら本気で廃車やったな。あ、玉突き行ったら本気で廃車やで、うーん、マジで。でもなんか、大丈夫なんこれ、後ろついとんじゃないの。やっとな、全部ついとる、全部ついとんじゃん、うん、だってもうあれやもん、エンジン不調やもん。不調あ、前に全体がグッと押されましたか。うーん、分からんけど、まだ俺も細かいとこ見てないけんあれやけど、多分ドーン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 。そうですか、ちょっとあれやな、マフラーがもう出過ぎやもんな、うん、なんかエンジンかけたらワイルドな音しとったで、ガオーつよかったな、マフラー変えんでよくなって。でも、まあ、まだねやっぱね、あの硬いっすこいつ。あ、やっぱ10トントラックにそれなりにぶつかられて、まだこれだけで、はいはいはい、これだけで済んどるって言ったら言い方あれやけど、まあ、やっぱねこいつ硬いんですよ。すごいな、フレームがもう内臓が出とるじゃないですか。このハイエクスボンフレームのフレームですが、これがねこうあのガシッとこう出てるんですけど、はい、やっぱこいつ硬いので、はい、まあこれが例えばそうですね、まあ、あの辺にあるような軽音やったりとか、はい、下手な多分スポーツカーとかやったらもう確実に、まあそうですね、もうあと倍ぐらい縮んでるんじゃないですか、そうでしょうね、ね、とは思うので。デスの横に見えるインプレッサもなかなかのもんやな、まあ、こいつも こいつはここ横にドーンって。ああ、こっちの方が廃車やな。こっちはもう廃車完全に、まあ、あと車両価格もな、はいはいはい、あれなんで。そうなんです、これはあれですね、2300万円コースであれですか、全損ですか。まあ、最後かな、まあ、そのエンジン側の方とかミッション側の方とかそんなんまで入れよったらもう多分っていう話やわな。だけど、まあ、どこまでどうなってるのかっていうのは、まあ、今からちょっと調査をしていくんですが、はい、まあでもね、まあ、気をつけないかんのが、はい、今回あのこの間 NMAX で撮ったでしょ。おうおうおうおお、100ゼロ案件、100ゼロ案件こそ気をつけろっていう。そうやな、はい、またあの気の弱いソリ君が言いくるめられんように、そうよ、あれやな、いろいろ悪知恵を入れてくれたんですね。いやいや、あの一応うちは悪知恵じゃない、僕が代理店なので、はい、あの知識を善意の第三者として、はい、まあ、絡むようにはしますが。あ、なるほど。だからあれで、ね、あのまあ、ここを見てるような手だれのおじさんたちは、うん、はいはいはいこのコースですねって思うかもしれんけど、はい、あのやっぱりこういう事故とかそんなのが起こって、特に100ゼロ案件の時って保険会社基本介入できんやんか、うん、そうっすね、まあでもうちでもあるけど、うん、やっぱあの代理店さんがウルトラ手だれなんで、うんうん、バシバシやってくれるっていうけど、そう、代理店さんも基本的には介入するその義務はないわけよ。そうそうそう、だけど、まあ、本当に善意でただやってくれるっていうだけなので、ね、うん、こうしてください、ああしてくださいってね。そうそう、だけどやっぱりこの手の事故とかそんなんがあった時っていうのは、はい、特に、まあ、どこで保険に入ってどんな風な対応してもらえるのかっていうのは本当かなりね、なるほど、あの損害額が変わってくるんではないかなとは思いながらでございますよ。すだってもうほら、おあつらい向けのようにボディカバーまで俺もう持っとったけどな、ほんまに。ボディカバーとボディ色もこう濃紺に合わせてブルーな頭になってるじゃないですか。ほんま？今日これ、うん、あ、何色なんやろな、青、青これ分からん、分からん、なんか何色にされたんやろ今度はって思いながら、うん、青色らしいです、はい、まあ、ということでね、はい、まあ、とりあえずまだ本人とちゃんと十分に話せておりませんので、まあ、また話をしてからとは思ってますが、まあ、大怪我ではなかった、大怪我ではなかったっていうのを、まあ、とりあえずねご報告しておこうかなと思いますので、うん、はい、だけど、うん、あれやな、もうこれはあれやな、うん、PTSD になるやつやな、うん、そうな、いやほんまに、まあ、頑張って買った30万キロの S2000 を会社寸前にされたら、もうこれはもう立ち直れんよ。これはそうやな、鬱になる。いや100歩譲って自分でスピンしてクラッシュしたんやったらまだな、そうやな、
なんていう、まあまあって言うけど、まあ、まともに運転しとってこれがなってしまったらちょっと辛いもんがあるよね。そうですね、はい、まあ、ということでじゃあまあね、はい、そんな感じですが、まあ、皆さん一応再三お伝えしますが、とりあえず本人は、はい、あの無事でございますし、同乗者もまあ一応無事ではございますので、ただあんまりピンピンはしてないので、ちょっとしばらく見ることがないかもしれません。見かんやんか。え、奴隷のように使っとったの言い方、え、言い方あれやこれやまたあれや、やっといてって言えんようになったやん。いや言い方でもほんまにそれ、いやほんまにそれなん、うん、そうなんやって。なんでね、あれやな、アルバイト代もちゃんと保証してもらわないかんですね。そうですね、トル君かわいそうに。そうですね、はい、もうなんなら 俺が逆に保険会社にあの新しい人員をよこせって言いたいところ保険会社からもうよこせってお前のせいでってなるやつやな本番で、はい、そうですか、はい、まあ、ということでじゃあとりあえずそんな報告でございました、はい、まあ、またね多分あのなんかツイッターとかそんなんで見かけた方がいらっしゃって心配したらいけないなということで撮りましたので、はい、ツイッターをこれ上げたバズるやつや。そう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 、うん、なんでね、まあ、その前にと思ってますので、はい、ツイッターバズらせよ。いや、 やめろやめろ、俺の S2000 がって秘宝っつって、はい、まあ、ということでではね、はい、そんな感じの、案件でございましたので、まあ、皆さんも事故には十分くれぐれ気をつけていただいてと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、ということでチャンネル登録高評価メンバーシップもよろしくです。ではまたバイバーイ。はい、ということで、はい、見ていただけましたでしょうか。どうですか、どうですか。まあまず第一の印象としては、まあ、我々は事故に慣れっこだというのはありますが、はい、キャッキャしてましたね。そうですね、はい、まあね、いつも通りね、いつも通りね、はい、キャッキャしてながら見てたんですが、まあ見ていただいて分かるようにもう本当にもうあのどうにもならんことでございます。で、まあ、おそらく、うん、その、まあ、部品が出ないところもまあ多分多少ってあるかもしれないんですけど、なんとかして ね、まあ、ね、まあ本人は直すということで、うん、もう修理に向かっての強い意志を持っているので、まあ、それはねなんとか叶えてあげたいなとは思います。で、まあ、もちろんねその、うん、本人の、保険の方に、うん、まあ、無過失の場合の車両保険の使用が、OK の特約ももちろんついてるので、最悪はもちろんねあの本人の車両保険を使って終了するということは可能な状況では一応保険の方は入れてます。ただ、まあ、簡単やけどね、それが一番簡単なんですよ。あとは保険会社が請求かけてくれやで、はい、終わるけんな、それが一番簡単なんですけど、ただ、まあ、今回問題提起としてね、まあ、それこそこの間のホンダのタイプ R、カーズさんのやつとかも見て、F1 店長、そうそうそう、はい、あれでもそうだったんですけど、うん、あの今後おそらくなんですけど、うん、まあ、今ね中古車価格っていうのが、うん、特に日本のこの辺のスポーツカーを含め、ね、趣味車っていうのはかなり高騰してます。まあ、難しいよね、はい、で自家格出すのが確かに難しいっていうのももちろん分かるんです、うん、ただやっぱりその保険会社っていうのは基本的にその損害をちゃんと正しくやっぱり認めて認定をして、それに対する保証をする。でそうしないとその加害者さんの方が困ることになるんですね。例えばその被害者の人からが満足な請求、あ、満足な保証がされないってなったらどう思うかってなったら、多分加害者に対してすごくこうヘイトが溜まってしまう。で今回の場合で言うと、まあね、あのぶつかってしまった相手方さんっていうのはもちろん業務もされているところになるので、あまりそこでそういうのが例えば起きてしまうとやっぱり良くないと思うんですね。まあね、だって、はい、極端な話、うん、やろうと思ったら嫌がらせできるからな。そうそうなんですよ、あのもちろんしないですよ、もちろんしないですけど、例えばやろうと思ったらそんなことなんか山盛りできるわけですよ。なので、で一応ね、あの加害者の人に一応今の現状をこんな感じになってますっていうのだけは、うん、あの本人連絡してそうなんですね、はいはいはい、はい、あのまあありのままを伝えただけで、うん、別に何をしてくれとかって言ったわけではないんですけど、でそうすると、まあ、全く知らないと、うん、そのそういう対応になってるっていうのはと、まあそうでしょうね、はい、でまあそこで要は加害者の人っていうのも丸々任せてたりとかをすると、本当にそれがちゃんと自分が悪いと思ってても被害者の人に対して正しい保証がされてるのかっていうのはやっぱり分からないんですよね、これ本当に。そうですね、なので揉めちゃうっていうね、まあ、どこまでかは分からんすけど、うん、そうなんです、はい、
まあ、ということで、まあ、今からね、一応この今回ご報告ということだけさせていただいて、はい、まあ、今から多分、その保険会社さんといろいろとこうしながら、解決への道を歩んでいくんですけど、うん、まあ、到底ね、あの38万円ではもちろん、まあそれはもうさすがにどう考えても無理やな、はい、もう無理なので、まあ、そこをまあ争っていくことにはなりますし、まあ、もちろん本人ね、まあ、さっきも言った最悪はもうそれもいう車両保険も入ってますし、あのもちろん弁護士特約の方もつけてるので、まあこちらもね、そのまあ向こうの弁護士さんの出方今見てからにはなるんですけど、まあ一応その弁護士さんの方とかを選出して立てて、まあ話はしていくようになるのかなとは思ってます。まあでもいいんじゃないですか、大学生で時間もあるんで一生懸命、裁判に立ち会っていったらそうです、なんでいいじゃないですかね。今回のこれが、うん、そのまあ、正直その、裁判の終わり方とかその何によってどこまで公表できるかっていうのは全くわからないので、まあ、ね、何とも言えないですけど、ただその本人にとってもね、まあ、勉強にはなると思うし、うん、まあ、ね、うん、でもっと言うとね、まあ、これがその共有できる範囲でね、うん、あのまあ、皆さんに正しく知っていただいて、決してね、あの10ゼロの事故とか、うん、自分が 100% の被害者になったっていうのも安心できないであるとか、そう、ね、あとは保険会社さんに対しての正しいその向き合い方っていうのをね、こうあの知っていただけたら、まあ、非常にこう今後役に立つんではないかなと思っております。まあ、これがな、自分が仕事しながらだったら、うん、じゃあ裁判で自分で、ね、資料揃えてできん、あんなもうね、出てやるかっていう、その自分がその仕事をできないコストも考えると、割りが合わんからどこでな蹴りをつけるかっていうところになってくるけど、そうなげん、そのよくも悪くも保険会社さんって、うん、そこが上手やん、そうそう、そこを狙ってくるけん、うん、絶対そこを狙ってくる、面倒でしょ、大義なでしょ、もうそろそろやめにしませんかっていうの、うん、なので、あのやっぱりね、そこら辺のね付き合い方とか、うん、その例えば一つのことを言われたことに対しての向こう側の銃の意図を探る能力とかこれはでも経験積まないと分かんないじゃないですか。そうですね、あ、このパターンはあれかなとかっていうのはね、まあ、落としどころがどこかを探る能力も大事なんで、うん、なんでね、あの例えば感情的にやっぱりなっても、そうそうそう、誰もいいこと得はしなかったりとかはしますので、な、最初はな、うん、感情的になって、うん、加害した運送会社を訴えてやるみたいな言ったけど、待て待て待てってなっていう話やから、むしろその協力を仰がないといけないんですよ。そうだね、だからそこでやっぱりそのもちろん気持ちとしては、まあ、加害者っていう立場にはなるんだけれども、うん、ただやっぱりそのお互いにその歩み寄りながら解決に向けて進んでいかなければ意味がないですね。そうそう、だから少しでもこう自分に有利な条件を引き出すためには何をする方がいいかね、嫌がらせをしたら向こうも嫌がらせするよっていうとこを考えないかんよって言ってね、ソリ君にはコンコンとコンコンと言ったけど、はい、そうです。なので、まあ、皆さんね、もちろんその事故の経験少なからず、まあ、あると思うし、まあ、そういうのに立ち会ったことがある方ない方ももちろんいらっしゃると思いますけど、まあ、ぜひね、まあ、今回のこれをまあ見ていただきまして、まあ、何かね、あのご意見がある方っていうのはどしどしね、まあ、コメントの方入れていただいて、で、まあ、そのまあ、どういうこう状況になれるか分かんないですけど、まあ、少しでもね、あのピンとくるものがあったら、まあ、いろんな人たちに、まあ、伝えていただけたらと思います、はい。まあ、この動画もねいつまで上がってるか分かんないんで、いやいやバズるけいや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 、これバズる、後で消されって言われるかもしれんやろ、なんでいやだけど、もうやばいことは、うん、まあ、言えること言えんことが、そうそう、あるけどな、まあ、慎重にせないかん、慎重にせないかんので、バズるんで、これはバズりますかね、バズります、はい。であとはですね、あの、うん、まあ一応その概要欄に貼っときますけど、うん、一応そのまあこんな感じでしたよって言って、今現時点で、457リツイート、1090いいねがついている、あのまあそのソーリーのね、ツイッターのあれを載せておきますので、じゃあみんなでこのツイートをバズらせますか、はい、みんなでリツイートしてリツイート祭りにさせていただけたら、まあそれはそれで非常に楽しいんじゃないかなと思っております。であとはね、またこの動画とかを見ていただいて、まだ本当ね、あの多分この動画を上げたよ
次々ぐらいで多分その向こう方さんの弁護士さんの方から、まあ、何かしらのアクションが来ると思うんですね。なんでもしね我こそはという、はいはい、あの弁護士さんがいらっしゃいましたら特約の範囲内で、はい、あ特約で募集しちゃいます、はいはい、そう特約の範囲内であの弁護士さんの方は接、はいはい、出できますので交通事故が、はいはい、そうですとか滅法得意な方滅法得意だったりだと か、まあ、どうせだったらねその、はいはいまあ、これも本当彼の勉強のためなんで、うんあのそういうのいろいろとねあの話ができる方、まあ、もちろん保険会社さんの選出したその弁護士さんでも問題ない場合も多いんですけど気をつけないかんのがいや外れに当たった時やばいけんみんな弁護士特約は外れとかな、うん、あとその弁護士さん、まあ、俺も何回かあるんやけど、うん、大体、うん、いろんなとこでやっとんよね、うん、で大体、うん、つやけんそういやほんで気をつけないかんのが弁護士さんは解決をするのが仕事なので、うん、あの必要なこっちが思っているお金を回収するのが仕事ではないので、そうなんです。ほんまはな、うんまあ、依頼人の最大の利益を追求せないかんけど、はいはいはい、もちろんね結構交通事故はな、そうなんですよ、いろいろありますよね、まあ、もちろん全員が全員弁護士さんがそんなことはもちろんないんですよ、うん、ただやっぱりその、まあ、僕らなんかだといろんな、ね、こういう事故で弁護士さん案件なんか見てるので、まあ、わかるんですけどやっぱ全員が全員そういうそうですねグッドな素晴らしい人でもないっていうのはやっぱりだから気軽に弁護士特約を使えば解消できるんだっていう、まあ、意見も結構あの散見されたんですけどそうでもないんですよ。そうでもないです。ちゃんと自分で資料だったりだとか、うん根拠的なものとかっていうのをやっぱりその調べたりとか探したりとかするっていうのはものすごくやっぱりそのたた仮に裁判するとしてもものすごく大事になってくるので、うん、まあ僕も経験があるんですが、はい、こっちが使った人は次回敵っていうこともあるんであれみたいなお前知っとるぞみたいなまあありますわね、あるんですよ本当に。なのであのまあ弁護士が言えば確かに解決はする、うん、解決をするよするな、うん、ただどう解決するかはその弁護士さんにもよったりとかするのでまあこれはもう弁護士特約の一つ闇の部分でございますが、うんはい、ですね。じゃあもう敏腕交通事故弁護士求む、はいはい、我こそはっていう、まあ、面接はしますんでほんまに来たら面白いなほんまに来たら面白いしなんていうのほんまなあの繰り返しになるけどこういう案件最近多いのよ多いな、ま、だってこれあの NMAX もそう、はい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 、NMAX もそう、はいはいはい、であのそうです、ね、何気にずっと続いとんで言ったらあの家具の100があるんや家具の100前に徳島に事故取りに行ったっていう話をすっげえ前にちょっと覚えてる相当前じゃないあれもまだ終わってない、ね、まだ終わってない時価額がって言ってああなるほどだってあんなも家具の対家具の100なんかあもうゴミのような値段しか出ん確かになそれはめんどいなそうだけど、まあ、しょうがないんやけどただ、うん、やっぱりせめてその割合がある事故はもうしゃがないと思うね、うんうん、ただやっぱりもうその割合がない完全に被害者の場合は、うん、もうちょっとなんとか、まあ、そうやなあと、うん、多分これこのソリ君の案件もそうやけど多分、うん、ほんま年単位でかかる年単位でかかるよ、うん、それも向こうの手やけど、うん、手やね間違いないですねそれは本当にもうすぐそういう風にしてくるしてくるな困るでしょう困るでしょう分かります分かりますさあそろそろどうですか手打ちって言って、まあ、彼らにとっては本当何百何千何万とあるうちの一件なんで、まあ、分の1やけんな、うん、なんでそこでどうこうなろうが別に大したことはないとは思うんですね、はいまあ、もちろん全員が全員そういう風な対応してるわけではないとは思うんですよただやっぱりその被害者だったりだとか、うんまあ、今回の場合で言うと加害者もそうだと思います。もうお互いその保険を利用してる人っていうのは等しく基本的には同じ利率で同じだけ払ってるわけですから、まあ、やっぱそれに対してやっぱ寄り添うね姿勢はまあ見せてほしいかなとは思う今日この頃でございますね、はいはい、というわけで、はい、長編動画長編動画ですじゃあこれはあれやなプレミアやな行くと思ったこれはまあ多分プレミア公開してると思いますんで、はいはいまあ、皆さんね、はいろいろとこう見ていただいて感じていただいて、まあ、繰り返しになっちゃいますけど、まあ、コメント等々もお待ちしております、はい、で
あとはまあコメントじゃなくても DM とかでも構いませんので、なんかご意見があるとか、まあ本当我こそはっていう方がいらっしゃいましたら、またあの挙手の方お待ちしておりますので。そうですね、はい、そういう人とはお友達になりたいですね。うん、楽しそう。はい、ということで、はい、またね、続編がちょっと撮れるかどうか、まあどういう対応になっていくかが分かりませんが、できるだけね、皆さんに有益な情報を、まあ、お届けできるように、まあ、今回をきっかけにね、うん、していけたらと思いますので、また今後も一つよろしくお願いいたします。はい、はい、ということでチャンネル登録高評価メンバーシップもよろしくです。ではまたバーイ。はい、やっとドイツからやってきました、こちらワグナー MC オイでございます。なんとですね、仮想号の車ですとか、大変な状態になったエンジンもこれを使うことによって魔法のように新車のようなフィーリングによみがえるらしいです。皆さんもこちらのワグナー MC オイルぜひお使いください。